夜の西成散歩ドヤ街とグルメ。今日のテーマは西成のグルメについてです。日本にあるドヤ街は大きく分けて横浜の寿町と東京の三谷、そしてここ西成と3カ所のドヤ街があります。西成の大きな特徴として有名な食べ物や変わった居酒屋、 B 級 C 級の格安店など食に関する名店が多いのが大きな特徴です。もちろんここで言う名店は迷う方の名店です。地下鉄動物園前を出て1から2分も歩けば早速ホルモン料理の店丸福の前に出ました。丸福は立ち飲み酒場の有名店です。今はネットの発達で西成のグルメも広く知られるようになり、西成の外部からの客も増えつつあるようだ。この小さなガードを越すと愛林地区に入ると言われているところですが、夕方になると多くの愛林の住人がガードの下を出入りします。その様子はとても哀愁が感じられ、私が大好きな場所です。西成グルメの大きな特徴の一つに、ドヤ街の中にあるのにこんなところにこんなお店がと意外な店が多いことです。それと音楽系のライブ演奏などをする店も意外とあります。先日も視聴者の方から24時間営業のメシア宮本むなしの隣の店はジャズのライブをしているとか、動物園前商店街にある小さな喫茶店で時々クラシック演奏をするとかの情報を得ました。デンジャラスな労働者の町愛林地区でもこうした店もあるんだと驚きました。右手に見えてきた立ち飲みの難波屋さんでも時々本格的なライブ演奏が行われているので有名です。右手に西成愛林地区の聖地三角公園が見えてきましたが、今日はここを通り過ぎてまっすぐに進みます。三角公園から徒歩1分のところに一人鍋専門の鍋屋に着きます。この店は一人鍋専門店で
各種の鍋、すき焼きとか、かき鍋とかいろいろが格安で食べられると評判の店です。あまりにも人気が出すぎて、今では愛林地区以外からの客の方が多いように思えます。難点はいつも混んでいることと、場所柄ここに来るまでが少々大変なことです。先日も親戚をここに連れてこようと考えましたが、ここに至る道筋が初心者にはかなりの異世界なので諦めたことがあります。南海電車の萩の茶屋駅に着きました。萩の茶屋駅前から続く商店街の中を通って西成の夜の雰囲気を味わってみましょう。最近の西成の特徴として、外国人が経営するカラオケ居酒屋が猛烈な勢いで増えていることがあります。こうした商店街の中や国道沿いなどにも多数のカラオケ居酒屋が出現しています。カラオケ居酒屋とは、立ち飲み酒場とカラオケスナックが一体化したような営業形態で、店舗の内装はほとんど立ち飲み酒場のままで、店内も明るくほとんどの店が通りの外から店内を見ることができます。カラオケ居酒屋はかなり特殊な営業形態で、こうした同じ形態の店が集中して集まっているのは日本の中でも西成だけだと思うのですが、商店街の中を歩いていて、左右にあるネオンサインや看板のほとんどはカラオケ居酒屋の店です。注意点、カラオケ居酒屋との看板が多いですが、居酒屋ではなく酒場やスナックとした方が当たっています。風俗営業法の隙間をついて作られた業種、経営形態と思われます。居酒屋の営業は深夜も可能ですが、スナックと表記すれば営業時間が短くなるなどの理由からだと思われます。いずれにしても西成独特で不思議な世界だと思います。
阪海電車の今池駅まで来ました。カラオケ居酒屋の説明が長すぎて、今池駅前にあるホルモンの名店山木の説明ができませんでした。すみません。今日もそろそろ終わりの時間になりました。最後までご視聴ありがとうございました。